みともラジオあー全部君のせいかも、この世界はまるで地獄だね、あー全部君のせいだ、いるものすべてが愛おしい、始まりました。みともラジオ。この番組は、杉並の猫屋敷から今日はね、寒いでしょ？もうこら、いかん。杉並の猫屋敷からお送りしておりますよ。これは菊之助ですよ。菊之助？菊千代ですよね。菊之助のすけって言っちゃうんだよね、どうしても猫。かわいいね、キクちゃん。これは、キクチヨです。ね。お膝の上には、ねえ、わらびたんがいますよ。わらびの好き。ね、タルちゃんがね、ちょっと、あっち行っちゃってるんですよ。ももちゃんね、ここでうなってるんですけど、この子は機嫌が悪い子でしょ？ねえ、他の猫がおると、うなっちゃう。ね。そんな、杉並の猫屋敷からお送りしておりますよ。どんな番組かと言いますと、このミートモのお話を聞いていくとですね、ただそれだけの、こらいかん！おぉ。キクちゃんは、ゴミを漁って、ね、そういう番組でございます。え？何ですか？話を聞いていくね。今日は何をしていたかと言いますと、朝まで、パモンを作ったり、あれですよね、ずっとね、アマゾンにパモンの書籍、来年1月10日発売のね、パモン、あ、それ、これは見せちゃダメな方かな。あの、パターン B がね、これパターン B なんで、これじゃない方ね。パモンの書籍がね、これ、色光が上がってきたやつなんで、色光の段階ではね、見てください、ほら。見えます？陣内の帯分が入ってないんですよね。色光の段階で。だから、僕あれ？本紙構成？違うよね。PDF でしか見てねえんだ、俺。ね。書籍が、ね。Amazon で、これは、パモンのね、順位をずっとね、1時間ごとにあれ、順位が変わるっつんで、ずっと検索しては、画像をね、貼り付けて、ね、一番最初にあれ見たのは、夜中だったのかな？Amazon に上がった当日の夜中、2時ぐらいか。それぐらいだったかな。ね、見たら、3位だったの。で、あ、なんだ、すげえじゃん、3位だよと思ってね、喜んで、画像をスクショして、ツイートしてたらね、で、見るたびにどんどん順位がね、下がっていくわけですよ。やれ、40位だ、50位だ。いや、もうさっき見たらね、90ないんですよ。え？ 97 位だ。そうそうそう。ね、びっくりしちゃった。見るたびに、もう最初、一番最初のね、段階が一番良かった。上から3番目。さっき見たら下から3番目。なんだよ、それ。もう、ランク外になっちゃう。もうダメだよ。みんなポチんなくちゃ。ね。ポチらなくてもいいからな。欲しいものリストとかにでもね、掘り込んどいてくれたら嬉しいね。ね。それがね、家紋のやつがね、あって、朝まで、新しいやつを作ってました。で、朝ちょっと仮眠をして、そのまま、ある、お仕事がありましてですね、それの、編集、スタジオというか、まあ、いわゆる箱です、箱。
箱にデータを持ってって、僕、あの、CG で、の、なんかこさえてるやつを持ってって、その後、TBS で毎年、あの、年明けにやってるドリーム東西ネタ合戦のね、明日が収録なんですけど、今日、前日リハで、そのリハーサルに行ってまして、陣内のやつね、それ、あの、出しに行って、で、その、編集所、新橋の編集所に、ハードディスクを預けたまんまだったので、それ引き取って、帰ってきて、ピカリンのやってみるニュース見ながら、ギャーギャー言って、今に至ると、ね。何この、え?ね、何をしてたんだっていう。まあ、ちゃんと、外でいろいろ動いてたんだね。うん。そうそうそう。で、TBS でね、やっとりました。うん。で、さっきですよ、あの、電話かかってきてね、その、陣内の、マネージャーの方から電話がかかってきて、あ、なんだろう、なんかネタ変更でも出たんかなと思ったら、なんと、島木ジョージさんが亡くなられましたと。ねえ。電話があって、たまたまですよ、たまたま、ね。なぜ電話があったかというとね、たまたま、明日やる陣内のネタの中のボケの一つにね、島木ジョージさんが出てくるんで、それで差し替えになるかもしれませんと連絡だったんですけど、まあ、放送お楽しみとかね。ねえ、びっくりしちゃった。あの島木ジョージさんが、亡くなっちゃって。ねえ、いろんな芸、僕は昔ね、吉本ミュージアム、小樽にね、あったんかな?西部警察の、石原軍団の、ミュージアムと、吉本お笑いミュージアムみたいなのがあった時に、中の映像でね、作ったんですよ。島木ジョージさんのギャグのループ映像を、ポコポコヘッドとパチパチパンチが、もう延々ループしてるだけの映像をね、撮影して作った覚えがあったりとかね、新喜劇のポスターを何回かやった時もね、よく撮影でご一緒したりしてましたけどもね、ちょっと本当にね、残念というか、まあ、ご冥福をお祈りしますって感じですね。そして、オタ活ですよ。ね。まあ、ピカリンのあの番組をね、見てキャッキャキャッキャって、本当に、アカウントを変えてつぶやけよってね、自分でも思ってるんですけど、それ、なんかね、なんか違うというかね、こう、チブも、ね、なんかそういうアイドルにギャーギャーってうるさいやつが嫌だと思ったら、それはフォローしなくていいし、ミュートしてくれればいい。いいとは思っているのでね、わざわざサブアカでね、つぶやく、サブアカはね、規制、昔はよく規制かかったんですよ。つぶやきすぎて。ね、そのためにサブアカがあったんですけども、最近は、そのつぶやきすぎのね、容量も結構、緩くなってね、どんだけつぶやいても、規制かかんなくなったんで、あんまりサブアカ使ってないですけど、ね。だから、やってみるニュースなんで、ね、めちゃくちゃつぶやいてました。ね、しかし、かわいいね、ピカリン。ね。そんなことをしておりました。明日はだから、また赤坂行くんで、いつローグワン見れるんだね。いつ見れるんだ、明日終わりで見れるかな、明日土曜日でしょ。人多そうだもんな、やだよね。平日の、真っ昼間に見に行きましょうか。ね。朝の回とかね。いいんじゃないですか?ね、早く見たい。じゃあ、見に行けよってね。感じですか?ね、日曜日が突然の招きケチャのチェキ、招きチェキ?ね、さっき2時からでした ?3 時からチケット発売しますって。この間ただでね、すぐ枯れてたんですけど、結局蓋開けたら誰も来てなかった、誰もってことないですけど、ね、チケット押さえるだけで押さえて、朝誰も来てなかったみたいな状況だったんで、チェキの最低金額2000円で販売してたところ、全部、ちゃんと余裕ありましたね。また買い増しするのか、一部でまた、ね、何ですか、キャンセル待ちが出るのか、ね、そんなのがありますんで、まあ、とりあえず、りんちゃんとまゆたちゃんの分は抑えて、ね、行きましょう。ね。18日、ね。
じゃあ行きますか。ね。行きます?だー。誰だ?誰だ?誰だ?そうだね。待って、ちょっと。F、FY ね。誰だ?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 そうだね。誰だ?あ、一個忘れてたよ。あー、暇だ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 。どこかにアイドルの無線イベントはないものだろうか。ね、これ、元ネタ知ってます？最近小田裕二そら言ってないんでね。何こいつ、また異常者が何を言ってるんだってお思いでしょうが、これは小田裕二の真似ですから。ね、そう。無線イベントがあったんですよ。ワッショイジャパン。ね。昨日ですね、ワッショイジャパンっていうののお披露目、すごい人でしたよ。ちょっとそれを言わして、ちょっと言わしておくんなせえ、ね。ちょっと言わしておくんなさいよ、ね。気がつきゃ、軽いサウンドばっかり。かりじゃあござんせんかい。ね。何歌ってんだかよくわかんねえね。あ、違うね。そう、ワッショイジャパン。ワッショイジャパンのお披露目がありまして、それね、アイコンドールの時に、岡本くんってね、元、吉本の NSC 生、芸人だった。今は、ただのオタクですって言ってましたけど、なかなかね、頼もしいやつ。ねえ、あの子は面白いですよ。ね。うん。が、ビラ配りをしてて、ワッショイジャパンもよろしくお願いしますって。チラシ持ってったら、チラシを1万枚配ってた、つって。ね。それ、チラシもらったんで、あ、じゃあ行きまーす、つって、行ってきたんですよ、昨日。ね、すごい人、びっくりしちゃった、ほんと。渋谷の、なんてところでした?ね、オーイースト、ネスト、おかなんかの、向かいのね、ところで、満帆ですよ、ほんと、びっくり。びっくりしちゃった。ね。まあ、推しをね、どうしようかと思いながら、ね。何でした?アミちゃんと、アミちゃん、柳瀬アミちゃんと、モカちゃん、ね。の、二人で撮ってきましたけど、ね。いやー、最初はね、オレンジの子かな、画像ね、プロフィールの画像を見てたときは、オレンジの、何でしたっけ、春ちゃんでしたっけ、何でしたっけ、オレンジの子かなーと思ってたんですけど、最初ね、オレンジのサイリウム振ってたんですけど、なんかね、結構やっぱオレンジ色だなって感じがしました。すごい明るくてハキハキしてる。で、もうそういうすごい明るくてハキハキしてる子よりもなんかちょっとこう闇を抱えてそうなね、こうヤンデレ系の子がどうも好きなようで、で見てるうちにね、あ、青い子が可愛いなね、あ、ペンラを青に変えね。ギャ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 、じゃあ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 、ね。じゃあ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 言ってましたよね。タイガーファイヤー言うとおりましたよ。ね。そして、ね。その、アミちゃん、ね。チェキを取って、で、いやいやいや、でもやってる間にね、この紫のモカちゃんがね、これもうこけしみたいな子でね。可愛らしい。ショートカット好きですから。ねえ、で、モカちゃんと撮ってください。でもね、みんな可愛かったね。でもほんと、15歳とかだよ。びっくりしちゃうね。中学生だよ。ダメだよ。ちょっとね、ダメだよって思っちゃうね、ほんと。びっくりしちゃった。せめてね、せめて16歳であればと、ね、思いながら。まあ、でも曲が良かったよ。ワッショイジャパン。楽しくてね、分ける曲が多くて。うん、良かった。また現場行きますって言ったんで、行きますね。ワッショイジャパンでちょっと、つぶやいたらね、モカちゃんがね、こう、お気に入りにね、すぐしてくれたあたりはね、あ、この子はずっとちゃんとね、アイドル活動ができる子だと、ね、思いまして、こんなことしてまして、ね、とっとと本編に行け、ずいぶん喋っちゃったからもう、良きですか、ね、まんじ何まき巻き?誰だよ、巻きって。あ、じゃあ、行きましょう。誰だの、さっきから、あれがすごい、通知がひどい。ね。誰だー、あ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 
誰だね。いきます？スーパーマリオランの方がいい？これより。そらそうだよ。スーパーマリオ、これなんか、ニンテンドーアカウントと連携したら、ね、あの、アイコンか、あの、スーパーマリオランの顔変わるんかと思った。変わらねえでやんの。ミートも、もうミートもを使わせろってね。じゃあ行きましょうか。ちょっと、その後で、あの、2、3人聞いたら、あの、マリオラン見ますから。ね。ケコちゃんが来てますよ。なんと、ツリーの服を着ていますよ。かわいらしいね。こういう子に会いたいわ。はい、行きましょう。聞かせてよ。はい、お邪魔しまーすね。お邪魔しまんにゃわ。はい。はい。そういえば、私が手作りのものをバザーに出すとしたら。バザー、もう、そんな質問されたことない。うん。アイロンビーズでキーホルダーとか味とか作るか。ね、うん。バッチね。うん。それくらいしかできやん。僕はね、お出します。バッチで思い出した。近々缶バッチをね、たくさんいろんな種類をいっぱい作ります。ね、それ、なぜかと言ったら、ガチャガチャの機械をね、ヤフオクで落としたんですよ。これがね、なかなか安くて、びっくりだよ。本体新品で買おうと思ったらね、2台連結するの4万ぐらいするんですよ。ね、あ、そんなにすんのかね、ヤフオクであるかなって見たら、だいたいみんな1万円とか2万弱ぐらいね、セット2万弱、鍵付きで2万、1万2、3000円とか4、5000円。まあだいたい2万ぐらい。2万弱ぐらいで落とされてて、いや2万か1万弱ぐらいだったら出してもいいなって、8000円で落としてね。これもうガチャガチャが届きますから、缶バッジいっぱい作ってね、家の前で置いときますよ、本当に。で、ガチャガチャ回せるようにしときますから、誰が来るんだって話、本当に。ね。でもいい、目の前はね、幼稚園なんで、幼稚園児の、お母様方をね、お迎えしてるでしょ。お母様方が、こう、まあ、その、子供がね、やりたいって言ったらね、出すでしょ。100円、200円。ね。そういう、親を騙しつつね、ガチャガチャを設置してやろうと思ってますからね。何の話？何でした？バザーね、バザー。うん。ガチャガチャ、楽しみですね。アイロンビーズは楽しい。うん、楽しいよね、近頃は全然作れてないから、また何か作りたいな。アイロンビーズは作ったことないですけど、じゃあ何が作ったことなんだろうね。バッチがいいよね。うん、バッチのつけれる、カバンを探してんの今。アイロンビーズいいね。破れちゃったからさ。ね。欲しい。ね。もう一個聞きます？私が一度やってみたい贅沢は、バラブロ。バラブロ。ヒコマロかと思った。びっくりしちゃった。準備もパタパタ付けが大切やし、ね、お花の部分だけ切っちゃうと、バラの授業も白米やるから、ね、贅沢やな。ローズバス。ね。英語で言っただけっていう。で、ね。です。で、ね。ローズバス。ね。サンキュー。咲き終わる頃のお花で一回はやるより匂い最高さ。そういや、俺。あれ、窓辺にね。お家にたくさんお花が咲いてると、そんな使い方を日常的にできちゃうので。窓辺にそれならお花も喜び。花をさ、ドライフラワーにして置いてたんだけど、あれ、いつの間にかなくなっちゃったね。え？俺片付けたかな？夏は、風通しを良くするために茂ったミントを刈り取って、ね、お風呂に入れるよ、ラブラの。まあ、ゆっくりした時間の中で、優雅に過ごしたいもんだよ。もったいない、ミントもヒートにしようよ。ミントいた？大好きな香り、ね、なんかパクチーのモヒートみたいになるんでしょ、ね、ミントはモヒートにしたい。ミントはモヒートにしたい ね、モヒート、ね、モヒート風呂。はい、じゃあ聞くのやめましょう。ちなみに一度やってみたい贅沢って何ですか？おー、なんだろうな。これです。豚でもいいけど、やっぱ牛だよね。牛一頭をみんなで食べるってのをやりたい。牛一頭。ね。牛一頭。頭だけじゃないよ。実現できるといいですね。ねえ、ね。豚でもいいけど、やっぱ牛だよね。でかさから言ったら。ねえ、いくらかかるんでしょうね。お邪魔しました。お邪魔しました。はい。ねえ、いいね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 、うりゃお、はい。もう良きですか？なんか見に行きます？フレンドリストでも見に行きます？それとも、あれ見ます？あ、もう一回、石田くん見ましょうか。ね。ノンスタの石田くん。仕事をあげないと、だってね、相方が、あんなんだからね。仕事を入れてあげないと、ほら、石田くんに。よいしょ。断らぬ。断らぬ。ね。
そういえば、うん、僕、家に帰ったら真っ先に嫁さんを見つける。します。え、結婚してましたよね。してたっけ。してますよね。してるはずですよね。あれ、あんま覚えがない。あ、いい夫婦ですね。モンスターはな。よしよしよ。幸せそうですね。なんで家にいないの？わらわら。ラブラブ。隠れてるの。ラブラブ愛してるね。ありましたね。はい。僕は飛行機で空を飛ぶのが怖い人。今、僕はいつも衣装を変えています。とアドバイスします。なるほど。僕はね、飛行機何にも怖くないですよ。ねえ。だって飛ぶんだもん、ね。余計にビビらせそうですね。死にたくない。死にたくないっていうのはもう、どうせ死ぬんだからね。人はどうせ死ぬんだから。もう好きなようにやったらいいの。私も人にそれを言ったことがあります。ね、とどうせ死んじゃうんだから。アドバイスになってないよ。ね、一緒。私もそうしようかと。僕の理想の老後は田舎でゆっくり。なるほど、そうですね。いいですよね。そうしたい。理想の老後ですね。理想の老後。ね。アンチがいないですね。って感じですね。だけね、いいですね。は、あ、はい、いくぞ。うわー、なんて、かわいいのかしら。なんてかわいいのかしら。この人、ほぼ裸みたいな格好してるよ。いいですね。ねえ。国民じゃないといいですが。よいしょ、よいしょ。縁側でお茶。縁側でお茶というのもされてますね。コンビニないとさ、なきゃないでなんとかなんだから、そんなもん。僕は人類が達成したことの中で、電気じゃないですか。が最高だと思ってます。電気、エレキテルね。連合ね。細々貝さん。そうだね。ってことは、あれですか、人類最大の発明は細貝さんですか。ねえ、いいじゃないの。生活は考えられないですね。いいじゃないの。そうなんですね。いいじゃない。志村けんみたいですよ。いいじゃないの。確かに。電気ね。電気グループ。はい。そんなとこですか。歴史上、人類が達成したことの中で、原田専門家が最高だと思うものは何ですか？最高ですか、ね、最高ですか。答えてるこれ。ねえ。月面、何？月面着陸所。ね。これ俺が答えた？なんか俺の文章じゃない。月面着陸所。ね。あれ以来そんなに頻繁にやってないし、やっぱりすごいことやろ ね。やっぱり地球は青かった。ね。どうも青、アイドルのね、青色をしちゃうんすよ。僕、青色が好きだからなのかなぁ。ひいき目に見てるわけではないですよ。でも電波は違うんだよなぁ。え？他、青色、タッキーでしょ？ドロップタッキー。マネキチャリンちゃんでしょ？え？ああ、あのちゃんね。ゆるめるもあのちゃんね。え？青色でしょ？そんなところじゃないの？十分？なるほど。何の話をしてるんですか？ね。いいね、いいね、いいね、いいね。井上には気をつけてね。聞いたか？おい。逃げちゃうからな。気をつけるんだぞ。変えた方がいいよ。石田くん。僕みたいなそういう変なこと言う人がおるから。ねえ。そんなところですか。ね。じゃあ、ね。もう一曲しかやらないんだから、結局やるんだから。結局やるんだからね。じゃあ、マネキケちゃんの、タイムマシン。もっと、あ、いいか。ね。うん、タイムマシン。猫がすごいから。いますか？ね、じゃあ、
今日は、波紋の歌に替え歌しようと思ってるんですよね。また、今日も歌詞書いてないんで、適当にやりますね、じゃあ。チャンネル登録よ。波紋の書籍を買ってください。波紋の書籍を買ってください。ポチでポチでね、順位が一番3位まで行ったんだからね。あれがね、3位まで行ったっていうのがね、出版社の方が、わ、素晴らしい、ね、喜んでますよ。一時でもいいんでね、1位になったらね、それスクショしますから、ね、1回だけで、ね、まとまってドバッとやってくれたらね、寝静まった牛蜜時にね、皆さんがドッとね、注文入れてくれたら、一瞬だけでも1位になる可能性がありますからね。ねえ、その事実さえあればいいんですからね。なんて思いますよ。ねえ、ぜひとも、お年玉で買ってください、本当に。ね。あとは、ね、これが、トレーナーが出たり、出てましたり、こいつ、T シャツもあったり、ね、スタンプ、LINE のスタンプがあるんですよ。ねえ。あとは何ですか、メルマ旬報。ね。やっと、見せましたっけ尾崎、昨日見せましたね、尾崎世界観の。ね。次のやつもね、お楽しみ、お楽しみというかね、ニャロメバージョンね。スーパーマリオランをちょっと見ますかね。忘れてました。だね、これ音楽切ってこないと、YouTube、あれ、弾かれちゃうから。ちょっと待ってね。メニュー、設定。BGM をオフ。ね。ここさ、なんで、ミートも、自分で作ったミートも登録する方法やったんだよ。ね。こちらから連携させてください。連携させたんだよ。ね。なんで？って変わんねえんだけど。どうやってやんの？ならないんだけど。ね。あなたの ID。これ、追加してください。どうせ誰も見てないけど。一回やりますか。ワールドツアー。ね。一回やりますか。はい。もう金いんの？こっから。あ、罰してんの？これできるの？あ、できるできる。びっくりした。いきなり1200円も請求されちゃってさ。あ、いきなり死んだよ。あ、いきなり死んだ。下手くそか。急に難しくなってない？ね。3回死んじゃダメなの。音楽ねえと寂しいね、これ。でも音楽ないとね、あるとあれだから、任天堂、でっかいリングがいいんじゃない？
長く、長く押すと高くジャンプ。あー、やっちゃった。キノコが欲しい。おい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 。あ、なるほどね。空気の数が出てんだね。ビューンと行くのかね。これはなんだ。よし。ああ、なんとか。1個しか取ってないよ。ね。音楽ないと寂しいね。でもしょうがない。スケープ。ね、スケープ。あの、赤いコインを5枚取ると、新しいコインの配置になるって言ってましたね。ねえ。こんな感じですよ。ね、どんだけ楽しんだ。ニンテンドーアカウントであれをやっとこうぜ。ね。それに比べてミートモの地味なことったらよ。ね。でも、僕は、ずっとミートモをやり続けますよ。ニンテンドーがね、音を上げるまで。冗談じゃねえ。じゃあいいや。